JR 東日本グループの鉄道会館は3月5日切手丸の内切手グランシェ内にラーメン激戦区東京丸の内をオープンすることになり、それに先立ち4日マスコミ向け試食会を実施しました。切手は東京駅直結の商業施設で、東京駅の新たなグルメスポットとしてラーメン店5店舗を一斉オープンさせます。今回オープンするのは松戸富田麺番、中華そば福味、東京スタイル味噌ラーメンド味噌、四川担々麺あうん、博多屋台ラーメン一行舎の5店舗。松戸富田麺番は都内初出店、博多屋台ラーメン一行舎は23区内初出店となります。やはりラーメンは老若男女皆様人気ですので、こちらのビルの就業者の方々含めて、はい、幅広い方に愛していただけるということでラーメンになりました。ラーメンストリートと一緒に東京駅のラーメンシーンを盛り上げたいと思っております。博多屋台ラーメン一行舎小島義政さんにお聞きしました。海外の人にもやっぱ豚骨ラーメン、本場博多の豚骨ラーメンをやっぱ知っていただきたいっていう思いで今回、まあそうですね、出店させていただきました。泡系っていうのは、まあ、名前の通り表面に泡が浮いてて、ちょっとこってりしたラーメンになるんですけど、今回うちがやらさせていただく屋台系っていうラーメンはそれよりもちょっとあっさりして濃すぎない、臭みのない、皆さんが好んで受け入れてくれるようなラーメンを、他にない、ちょっと東京ではここだけしか屋台系ラーメンを食べれないっていうことで、よかったら皆様足を運んでほしいなって思います。